えー、はい、じゃあ、圭佑が世界3位を取ったとき、うん、達也は何してて、何を思ってたんですかだって。えっと、それは、リアルタイムの、えもすぐ2003年 ?2003 年って、俺、サードすら始め,たか始めてるかどうか怪しいぐらいの。確かね、ハイタにいなかった、ねうん。俺、だってサード多分、まだそのとやのセーバーの攻撃取る前ですもんね、その,その時あじゃあまだ うん、そんな,なんかゲーマーとして知名度とかもあんまなかったかな,なかったなんですでもその時にあにやっぱりあの梅原さん対 KO さんの試合だったじゃないですか決勝で、うん、やっぱあれがやっぱりもう梅原さんの動きがやばすぎて、うん、やばかったあれはほんます俺梅原さんのサードはそんなに強いと思ってないんですよ、うん、正直あの大したことないんですけどまあ他の人と比べてそんな抜けて強いと思ってないんですけど KO さんのあの試合はほんまにやばくて動きがやばかったね だなって今でも思います、今でも見返したいぐらい、本当にキレキレの動き、うんうん、だって、梅原が格ゲーで一番印象に残ってる試合何ですかって言われたら、うんうん、あの試合上げること多いらしいよ。いあれはすごい、あの動きは、もう一回やれって言うても、できないそう、ね、なっていう動きをすげえやってて、<何>本当にすごかった。だ,だって、当時、KO がさ、うん、もうマジで強くて。うんうん、で なんだろう絶対、慶応勝つんだろうなと思ってたけど、逆にもう、試合やってる最中に、あこれ、慶応勝てないかもっていう雰囲気がやばくて、やばかったですね、そうああの、梅原の剣のユンに対する動きがやばすぎて、うん、そうですね、ああこんな対策見たことないなっていうのをすげえやってましたね、今でも多分やってないような対策がかなり、現役人対策とか、相当うまいですね、うん、本当に。ね だからそれで、あのそこからまくり返した KO もすごいそうですね、結局、KO さんがそれで勝つっていう、うん、ところまで含めて、やっぱあの試合はすごい面白かったなって、で圭佑、うん、さんの話戻るんですけど、あのケスケさんが確かね、はい、リッキーかな、あのうん、パワーボーン連続で決めてたやつああ、そう、あれを見てたんですよ、俺、僕見てて、めちゃくちゃ盛り上がってて、スケコール起きてたじゃないですか。 あれですごい盛り上がって、おすげえっていうのは思いましたね。だってもう、アメリカ人がみんな、スケコールしたからね。そう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 、圭佑、圭佑でみんなやってて、あなんか名前羨ましいなと思って、呼びやすそうだなっなあんまりコールされないじゃないですか、日本人の名前って。あれはね、結構、コールしてくれてた人が、エ語中に仲良くなった人たちで。いあ、じゃ結構人気があったっていうか。 応援してくれてたんですね、うん、まあアレックスでねあ<ー>そこまでいくってないっすもんねそうなんよだからリッキーがチュンリーででチュンリーがすげえヘイト高かったからああそうっすねそうもうみんなチュンリー使ってこの,、はい、このキャラクソキャラみたいにメジャーしてる中で、ね、そう、うん、それでアレックスで倒したからめっちゃ湧いたんだよ、ね、そうっすねあれはめちゃくちゃ盛り上がってんなっていうで健介さんはかなり有名やったんでサード俺、うん、あの その時はセーバーしてたんですけど、多分。あの、結構見てたんで、動画とか、うんうん、ホームページとか。あの西スポの結構、あの、結果とかで、ケイさんのこと知ってて、読みまてたから。まあ、それで、普通に、あの、強い人やと思,思ってました、その時。思ってた。その時は思、あ、なんか、思ってましたね。<laughs> ああすごいなっていう、ふうにはまあまあ、ねまあ、それ以上深く <laughs> <laughs> まあだからそんな感じですね。その時多分俺ね、はい、え、何歳かな ?15、うん、え、言い過ぎかな十六いくつだっけ今 30, 今年5なんで。で、セーパー優勝した時が二千当役2004その時17歳なんで、2 0 0歳だったら16歳の時ですね、俺。じゃあまだまだ全然だね。全然そうっすね。だからその時もね、うん、みんなはもう海外でね、活躍してたりするそうだね。うんだっ 多分その頃初めて孫と会ったとかだねああ孫さんも言ってましたねそうエボで最初に絡んだはい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 確かに孫さんはカプエスぐらいからそのぐらいから有名になっててみたいな感じでしたね有名になりつつあってみたいな懐かしいなあれでもあのエボとか楽しそうですよね本当にあのんか乗り込んでいくみたいなさそうね思い出の中で一番楽しかった時期だねエボがうんか世界が広がっていく感じですもんねそう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  でエボってさ、ラスベガスになって、なんか、俺らからすると味気なくなっちゃったんよ。あ<ー>結構。ほう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 。ロサンゼルスで大学の体育館でやってたととかって、エボが、ね、何日かやるじゃん。それで、はい、その日1日が終わるとあの、アメリカ人の家,の家に遊びに行って、みんなでパーティーやってとか。確かに昔の考え方がそんな感じでしたね。誰もホテルとか泊まってなかったですもんね。そう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 。う なんかそういうフレンドシップが結構あったんだけど、うん、エボーがラスベガスになってからちょっと変わっちゃったなっていう寂しい感じ、まちょっと公式的なものになりましたよね。なんか、手作り感というよりかは、ね、うんうん、本当にあの規模が大きくなりすぎてっていうところは、うん、まあったんでしょうね、やっぱ当時知ってる人からすると。うんうん、でもエボーはなんかそのだからこそすごいイベントやなと思うんですよね、その最初があれやったってのみんな知ってるわけじゃないですか、うんうん、歴史してる人は、その体育館みたいなところから、手作りで始まったのがあのラスベガス。 のあの大きい会場まで行ったっていうところがやっぱりなんか本当に夢があるというかすごいイベントなあんなでかくなるとはねだからこそ愛されてるって絶対ありますよねそのユーザーたちが作り上げたからこそみんなが愛,、うん、愛してるみたいな感じしますよね,ねそうあのエボってもともと名前エボリューションじゃないからねあそうなんですか B3 とか B4、ね、ああなんかエボの前身みたいなのがあったって噂は俺聞いたことありますねそう だその B3、B4 ぐらいの時から行ってたかな、俺らあ、へうん。それって、その、誰が行こうって言い出したんですか、そういうのって。手動っていうか。ダーとかその辺かな。ああ、そうか、ダーヨさんはそうか、そうか、そうか。海外勢と。うん、そう、氷ありますもね。あっあ、絶対あんな、一人じゃ行かないですもんね、まず。うん。で、みんなで行こうよって話になって、ええー、それで、 いやどういう組み合わせだったかな,、うん、な、なんか結構ね、その当時の各タイトルのトッププレイヤーみたいなのなんかみんなこぞっていったんだよね。えー、まあ楽しそうですもんね。うん。誰がまとめてたんだか忘れたな、あれ。あまあでも、イ吉さんとか、でもキーマンですよね、通訳できるから、うん、絶対に。そう、英語しゃべれると、やっぱあの、向こうだと、すんげえ重宝されるから、そうですよね、めちゃくちゃ向こうでは。さんんもなんかそこでこでう、うん 半ば無理やり通訳させられて、それがすごい身についたみたいなのは、なんかインタビューで、ああ、そうなんですね。やっぱ、東大生だから、さすがに英語は分かってたから。<laughs> うん、でも結構、その時は、無茶なことを言われたみたいな感じだったらしいですけど、実やってみたら、すごいそれがいい経験になったみたいな。うん、ね、うん楽しかったよ、当時は。なんかその、サードって流行ってたんですか、当時、アメリカでは。いや、サード、は多分一番流行ってたまであるよ。あのー そのエボリューションで、うん、えと一番最後の鳥とかああはい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 、うん、でもなんかその X2 とサードがなんか両方流行ってた、うん、うん、でもなんかサードって全然今流行ってないじゃないですか、うん、アメリカであ今はねなんか結構 X とかって今でも結構プレイヤーいるんですよ海外はいはいはい、はい、でもサードってかなり少ないじゃないですか、うん、そうだなやっぱやめちゃったんですかねそうだね正直、うん あのー、自分で言うのもなんだけど、うん、あの俺がビジョンでさ動画アップしてたんよあ<ー>はいはいはいそうですねそれでアメリカ人がめっちゃ熱狂したんだああなるほどでもそれはあるでしょうねそうあのー、当時そのロサンゼルスのゲームセンターでサードがめっちゃ流行ってるゲームンがあっておいいな<の>行ってみたかったなビジョンのランバーとの動画が一生大画面流れてるあいいっすねめっちゃ嬉しいですね<あ>それ そうだ初めて行った時もうなんかすげえ歓迎されて、ねうん、それはめちゃくちゃ、圭佑さんも嬉しいし、向こうも嬉しいしで、うん、だなんか俺、当時さ、まあ、アメリカとか全然行ったことなかったから、えー、あのー、なんだろう、その全然違う離れた国で、自分のゲーセンの動画が流されて、うん、それを見て、感化されてゲームやってる人たちがいるっていうのはめっちゃうれしくて、うんうん、それはやばいっすね、それほど嬉しいこと、なかなかないっすね。そううわやっ みたいなのがうんだからそれで多分ね、うん、あのサードが俺のそのビジョンで動画やってたことによってアメリカで流行ってたの結構俺の頑張った成果もあったんかなって思った間違いないですね、うん、まあそれもまあちょっとビジョンもなくなってちょっといろいろ落ち着いて、まあ、ストフォーも出てっていう流れでまあちょっと下見だったんですかね,ね多分ねうん、うん、ストフォーってだいぶね変わったっぽい、ね、まあそうですねいろいろまあ完全措置がメインになりましたもんねうん、うん なるほど。はい